道頓堀川が合流木津川は大阪府大阪市南西部を流れる淀川水系の下流における分流で一級河川。流域北部は住宅地、南部は倉庫、造船所などの工業地帯を流れる。環潮水深は昭和5年20.5メートル、昭和15年9.24メートル、昭和27年3.2メートルと次第に浅くなっている。平均福音は 昭和27年時の調査で169メートル。大阪府大阪市西区中北部で、淀川分流の土佐堀川から分かれ、西区中央部を南へ縦断。大阪ドーム近くの大正橋で道頓堀川が、東から合流。西へは岩崎運河から尻なし川への流れがある。本流は、大正区と何枠、西成区との境界をなしながらなおも南下し、 千本松大橋付近から徐々に南西流、そして西流へ転じる。下流では大正区と之江区の境界となり、木津川運河を分けて大阪港南部へ注ぐ。古くから掘削され、豊臣家の軍船停泊所の建設や中村勘助の木津川、春節、江戸幕府の船番所、河村随県の南馬島中央部石灰、伊豆尾神殿への用水導入、船が恋場、 天満屋敷など多くの歴史背景がある。これらについては年表で口述する。明治20年頃まで木津川は船の出入りが多く賑わっていたが、その後、より水運の良い味川に主導権を奪われた。具体的には、大正元年の川筋の停泊数で味川が2221隻で、最多木津川1336隻。 知りなし川620隻となっている。第一次世界大戦時の造船ブームや付近の工場の進出で木津川は再び活気を取り戻した。現在も運河としての役割を担っている。中、下流域で両岸を結ぶ公営都線が市営で運行されている。歩行者及び自転車専用で無償、建設局による運行。都線と対応する形で、 道路橋が併設されている箇所もあるが、木津川の貨物船運行に支障のないよう、ループ橋で建設されている。大阪市の都線については、大阪市の公営都線も参照。上流から、ハット ABC、大正区制、志向70周年記念市は賀町大正 P28。ありがとうございます。